ちは、YouTube です。3月6日は私の誕生日。その前日3月5日は六本木のイベントに行ってきました。とっても楽しいイベントでした。終わったのは19時過ぎだったので、家の近くのデニーズで外食。デニーズアプリのお誕生日プレゼントはこちらのパンケーキでした。そして3月6日当日、あらかじめ予約していた新宿高野フルーツパーラーへ。こちらの5階でカットフルーツ食べ放題のフルーツティアラをいただきます。エレベーターを降りたら左へ行って受付へ。食べ放題ではソフトドリンクのおかわりは自由。カット台まで自分で行って、フルーツの一覧から一度に3種類まで頼めます。まずはいちごの食べ比べ。日のしずく、いちごさん、夢の花。こちらは3種類とカウントされます。そしてカットフルーツの他にフルーツティアラのセットメニューとしてアフタヌーンティーがついてきます。2度目のカットフルーツはバナナ、ドラゴンフルーツ、ブラッドオレンジ。バナナは普段好まないけど、これはとても美味しくて、ドラゴンフルーツはとっても甘かったです。フルーツ2皿目あたりで運ばれてきたアフタヌーンティー。最近ではヌン活などと呼ばれておりますが、私はヌン活ではなく果物食べに来たらアフタヌーンティーだったみたいな感じです。どれも可愛くてとっても素敵。一番上の真ん中のイチゴはあまおう。奥に見えるグラスのものはスカイベリーだそうです。フルーツと合わせてこちらも食べていきましょう。予約した際に誕生日で行くことを伝えていたのですが、お店からのサービスでこちらをいただきました。食べ放題で食べられるフルーツの種類ではありますが、一度に3種類しか食べられないと考えると、このプレートは本当に贅沢だと思いました。ありがたくいただきました。さて、アフタヌーンティーは下の段からいただきます。本日のサンドイッチからスモークサーモン、右側は柑橘といちごのサンドイッチです。どちらもパンがふわふわで、サーモンはさりげない塩分でお口の中のリセットにとてもよく。フルーツサンドはあまり好きではないのですが、こちらはクリームもさっぱりしていて美味しかったです。こちらはごぼうと柑橘のサラダ。柑橘は多分グレープフルーツかな。ごぼうのサラダは久しぶりでしたが、
食べやすくてとても良かったです。そしてサンドイッチの卵とフルーツサンド、卵はきめ細やかに崩されていて口溶け滑らか、フルーツサンドもやっぱり美味しかったです。さて3回目のカットフルーツ、こちらはバンペイユ、皮は飾りですがとても分厚いです。いちごはとちおとめ、甘さが一番ありました。メロンはとってもジューシーで食べやすかったです。続いてはアフタヌーンティーに戻って中段に突入。いちごのジャムがとっても甘かったのでもっとスコーンが欲しいくらいでした。さらに中段をいただいていきます。手前は焦がし柑橘のチーズケーキ、これは絶品でした。あと5倍は食べたかった。2種のドライフルーツとフルーツ白玉、ドライフルーツは苦手なレーズンかと思いましたがちょっと違うのかな、すんなり食べられました。白玉の下にはたっぷりのフルーツ。4回目のカットフルーツはキウイ、王林、デコポン。王林は皮ごと食べられてサクサク、デコポンは今回の柑橘の中で一番ジューシーでした。キウイも程よく柔らかくなっていて美味しかったです。アフタヌーンティーも上段に到達。アップルパイはしっとり系で一口で食べちゃいました。リンゴもシャキシャキというよりはしっとり、しっかり煮込まれた感じがしました。フルーツ寒天もお口直しにぴったりのさっぱり感。オレンジムースのコロネはあんまりオレンジは感じられなかったかな。さてドリンクですが、コーヒーまたは紅茶、ホットまたはアイスが選べます。フリードリンクではありますが、飲み終わってから次を注文するスタイルです。アフタヌーンティーもそろそろ終盤。ヒューガナッツとイチゴのマリトッツォ、少しパンが甘い感じでフルーツサンドとは違ってケーキを食べているような、クリームの甘みとフルーツの酸味のバランスが良かったです。グラスケーキのスカイベリーはとっても大きくて食べ応えもあってボリューム満点、デコポンも美味しかったです。アフタヌーンティー最後は季節のフルーツ、オレンジとイチゴと金柑。金柑は種が口に残ったものの皮ごと食べられました。でもやっぱりイチゴがナンバーワンかな。アフタヌーンティーはとても可愛くてどれも美味しくて最高でした。それではカットフルーツに戻りましょう。5回目はリンゴとグレープフルーツとブドウ。リンゴはサクサク系で甘みもありました。グレープフルーツは酸味の方が強くて、今回初めて酸っぱいなと思ってしまいました。ブドウは皮ごと食べられるものでした。ブドウを食べ終わったら急にお腹いっぱいになっちゃいました。だけど全部のフルーツを制覇したいので、カットフルーツ6回目、オレンジとパイナップルとスイカ。スイカは季節じゃないからかそんなに甘くはなかったです。パイナップルは誕生日プレートで食べた方が甘かったかな。オレンジは酸味はほとんどなくて甘かったです。さていよいよ時間も残り30分を切り、最後のカットフルーツです。グレープフルーツと甘夏、そしてとちおとめ。グレープフルーツはピンクと白との2種類が入っていて嬉しいですね。飾り付けもとっても可愛くて大満足。ビタミン C たっぷりとった誕生日でした。というわけで2023年のお誕生日は新宿高野のフルーツティアラを堪能してきました。予約必須というわけではありませんが、確実に食べたいという場合は予約をおすすめします。フルーツがお腹いっぱいに食べられて大満足の一日でした。お祝いコメントもありがとうございました。嬉しかったです。今後ともよろしくお願いいたします。また見てくださいね。バイバイ。